いい感じです。話すんだとしたらちょっとだけ話すくらいの方が綺麗に聞こえます。あ、わかりました。バッチリです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。トイトイトイです。よろしくお願いします。まだね、言えない。これからきっと友達に、はい、札幌じゃない、恵庭って北海道の恵庭出身なんです。そうです、はい、恵庭っていう、へー、なんかね、最近私の友達の浅田明君の中でめちゃくちゃ流行ってる地域へずっと札幌しか行ってなかったので、最近なぜか恵庭にめちゃくちゃあっくんが行くようになった多分原因の一つ、はい、そうです、原因の一つで、この間浅田君が行った時に今度一緒だよって言ったら動画を送ってきてくれたの。なんかすごくそふざけたやつを送ってきてくれたっていう電波上 の、 知り合いなんですけど、今日初めて会いました。実は三つ編みのままやっていい。すっごいんだからこれ撮るとギャーンって似合ってる。ほんと三つ編み、三つ編み流行ってんの。最近4日間くらい流行ってる。もう4日目三つ編みにしてる。高田のね、高田さんの方、金髪の人の方がね、ガーデンのワンマン見に来てくれてるんだって。あ、そうなんだ。すごい、ファンなんだ、ファンなんですって言われました。へー、だから今日はもう心置きなくぶっ倒しますかっこいいよね、でもね、かっこいい、すげえかっこいい、男前だしね、男前だし、ね、でも本当にやってるの、なんかポップすぎず、こびすぎずみたいな、なんかこういう感じがしていい。最低だね。着替えます。次会うときはすごいカッカカってきます。あ、間違えた。野際陽子が死んだことが分かるの。最近一番ショックだな。ショックだね、あれ。綺麗な、あの人の何がすごいって、あの人 NHK アナウンサーですからね、最初。へー。4年間やってフリーになって役者になって、ずっと役者だから、あんなに気品があるのかなと思って。最後の曲です。誰の？もう私の、アッキーの。私の好きなものばっかりもくれる気か。いいっすよ。えいえいおしゃい、おしゃい、まあいいですね。喋らない方法、日常で喋る、まあ特殊だと喋ればいい。
今月来週からか。ケーズ、ギルティー、ベースメントバー、ジェラスリー、ベースメントバー3、いや、ラッシュでした。ラッシュか、ラッシュ。かな、ちょっとライブの話は、こんな話しと、久しぶりにライブだったことで。ありがとう。で、いつもまんまん、開示。で、そのサメツロスに開示って。開示の後って何だっけ？いや、誰？そこで喋ってる。7人の後に広がれ MC 兼広がれみたいな感じ。そうですか。すごい、何読まない話を。